あ、いらっしゃい。こんにちは。どうしたの？私たちがいるのが不思議。よ、騒しくてごめんな。さっき俺で、みんなで祝勝会ってわけよ。こらこら、反省会だったでしょ、一応。でも、クエストは大成功でしたし、反省も大切ですけど、息抜きも必要ですから。一理あるわね。次に活かせる情報はもう大体出し終えたと思うわ。私もシノンさんに賛成です。検討が必要なことは検討したと思います、パパ。そっか、ならもう祝勝会でいいんじゃないか。ほら、君も来いよ。ユイちゃんもこっちにおいで。相変わらず仲いいわね。ま、私もお祝いには賛成だけどね、リファ。はい、そうですね。いやー、しかし GGO ってのは面白いな。銃ってのも使ってみるとなかなかのもんだぜ。そうね、注意深さが報われる、いい世界よ。アップデートしたばっかりでチャンスも多いしね。本当にこんな世界もあるんですね。私はサブマシンガンがお気に入りです。シリカちゃんそれ得意だもんね。リーファちゃんはどう？私ですか？さっきからちょっと上の空みたいだったから。そういえば最近リーファーたまにぼーっとしてるわよね。もしかしてなんか悩み事？そんな悩み事なんかないです。ただちょっと最近飛んでないなって時々考えちゃって。そういえばそうですね、ALO ではいつも飛んでいましたからね。そうなの、 GGO は好きだけど飛べないのだけは残念で。ALO は妖精たちをアバターにする VRMMORPG なんだ。妖精だから羽があって飛行できる。特に大型アップデートで飛行時間の制限がなくなってからは自由に空が飛べたんだ。リーファちゃんは飛ぶのが好きでね、しかも上手だったの。速度もすごかったし、それに精密なのよね。空中でダンスまでできてたし。あら、いいアイディアね。 UFG なら対空時間も対空距離も長いし。確かに UFG を使ってると飛んでるみたいに見えるわね。いいじゃない。試す価値はありそうだな。いいの？羽と UFG 原理から違うから体感にも差が出そうね。どんな感じだったか後で教えてね、工学のために。善は急げです。早速やってみましょう。いっぱい空を味わってきてね。改めて見てみると GGO って高層建築がいっぱいあるんだよね。これならかなりの高さまで行けそう。よろしく。体が風を切っていくこの感覚、すっごく久しぶり。まだ上がれる？よーし、てっぺんまで行っちゃえ。
番上だね。ああ、やっぱり飛ぶっていいな。ありがとう。私ね、ALO が大好きだったんだ。ALO は妖精同士が覇権を争ってる世界でね、 GGO と同じで PK も推奨されてた。そこでは自分の力で空が飛べたの。私それに夢中になっちゃった。もっとうまく飛べるようにっていっぱい練習してね、スピードホリックなんて言われたこともあったっけ。 ALO の真っ暗な夜を月に向かって飛んでいると、体と一緒に心の中も軽くなっていくみたいで、あれは妖精の世界、 ALO の中だけの魔法みたいなものなんだって思ってた。でもね、今あなたと UFG で飛んで分かったの。この世界の風だって私を解き放ってくれる。この赤い空はちゃんと私を包んでくれる。広くて高くて途方もなく遠い同じ空なんだって。それにしても高いところだよね。私 GGO でこんな高さまで来たのは初めてかもって。ごめんね、なんだか急に恥ずかしくなっちゃった。久しぶりに空に出てちょっと舞い上がってたのかも、空だけに。私が滑って落っこちちゃわないうちに降りよっか。地上に到着っと。ありがとうね。やる気が出てきた。え？だって私も UFG 欲しいもん。あなたがゲットできたんだから私にだってできるはず。手に入ったら一緒に飛ぼうね。おかえりなさい。ただいま。あれ、リーファー一人なのか。俺たち兄弟だけっていうのも珍しいな。うん、誰も来ないなって思ってたところ。ねえ、暇だったらどこかに狩りに行こうよ。うん、今日はちょっと休もうかと思ってたんだが。いいでしょ、どうせリアルの家にいたってゴロゴロしてるんだし。ねえお兄ちゃんってば。しょうがないな、たまには妹孝行でもするか。そうこなくっちゃ、さすがお兄ちゃん。すぐそっちに行ったぞ。任せておいて。ふりゃー、すぐ随分様になってるな。動きも生き生きしてるしさ。うん、ようやく慣れてきたみたい。ALO と違って飛べないから最初はどうなるんだろうって不安だったけど。わかるよ、俺も銃の世界って聞いて剣がない戦いなんてどうなるのか予想がつかなかったしさ。とか言ってるけど、お兄ちゃんなんだかんだ言って光剣がメイン武器じゃない。いや、やっぱり剣からは離れられないというか。私はいつもと違うお兄ちゃんが見られるって楽しみにしてたんだよ。あ、やめろ、急に引っ張るなって。うっかりグレネード落としそうになるだろう。ねえ、今からでも装備チェンジしない？例えば一層豪快にバズーカとか。待て、すぐ静かに。あ、どうしたのお兄ちゃん。やっぱり間違いない、誰かが俺たちを狙ってるぞ。それってエネミーじゃなくてプレイヤーってこと？ああ、姿は見えないが
わずかに足音がした。この辺りは隠れるところ多いもんね。どうする？このままダッシュで逃げる？いや、それで背後から攻撃されるのは避けたい。可能ならここで倒してしまう。PK か、腕が鳴るね。私とお兄ちゃんなら楽勝だよ。油断はするなよ、すぐ。分かってるって。見つからないね。敵はなんだかんだで PK 慣れしてるんだろう。気配はするのに姿は捉えられない。でも向こうからも攻撃してこないね。なんでだろう。弾道予測線で自分たちの居場所もバレる。完全に勝てる状況まで待ってるんだ。もうさっさと攻撃してきてくれればいいのに。じれたら負けだぞ。すぐこっちも長期戦を覚悟して落ち着いて敵を探そう。あそこ見て。どうした？すぐ。ほら、あのビルの窓、なんか影がチラチラ動いてない？本当だ、あそこに潜んでたのか。よし、やっと見つけた。お兄ちゃん、こっちから先制攻撃しようよ。そうだな、でも罠の可能性も。でもこのまま続けていたらいつまでも相手と戦えないよ。確かに、さっきの狩りで弾も消耗してるしな。よし、行くか。そう来なくちゃ。すぐ気をつけるんだぞ。なんだか廃墟の中って不気味だね。ああ、 GGO はこういうところがかなり作り込まれているんだよな。まあ本物のハイビルなんて見たことないけど。ビルに入ったらいきなり攻撃されるかと思ったら誰も出てこないね。私たちがここに入ったこと見えてるはずなのに。確かに、ちょっとおかしいな。もっと上にいるのか。見間違いだったのかな。でも確かに動いたような気が。すぐ！お兄ちゃん、動けない。くそ、ワイヤーの仕掛けか。すぐにほどいてやるから。かかったな。誰だ？罠とも知らずにのこのこと俺たちのテリトリーに入ってきてくれてありがとうよ。これで残りは一人だ。おとなしく降伏すればこっちの女だけで勘弁してやるよ。自分も巻き添えで落ちぬよりか、その方がいくらかマシってもんだろう。こいつらなんてやっつけちゃって。おっと、そんな口を聞いていいのかな。見れば随分スタイルがいいお嬢ちゃんじゃねえか。こりゃちょっとしたお楽しみもありそうだね。貴様ら、リーファには指一本触れさせない。俺の大事な妹、パートナーだからな。3対1で何ができるか、やってみろって。強い。3対1でこんなにも。一人を拘束すれば勝てると思ったのに。
なぜこんなに強いんだ。終わったな。安心しろ、とどめは刺さないでやる。ケルト君、待ってろリファ、すぐ罠を解いてやるからな。うん、ありがとう。油断したな。とどめを刺さない甘さが命取りだ。ケルト君、危ない。あの体勢から動けるのか。ケルト君、大丈夫だった？ああ、ありがとうなリーファ。最後に油断しちゃったな。大丈夫、キリト君の背中は私が守るから。でも今は早く助けてほしいな。おっと、すまない、すぐにほどいてやるからな。うん、さっきはありがとう、最後はすぐに助けてもらった。仲間を使って脅迫してくる人たちだからね、もしかしたらって思ってたんだ。リーファーしっかりしているな、本当に頼もしいよ。お人よしの兄がいるからね。面目ない。いいじゃない、それがキリト君、お兄ちゃんのいいところなんだから。私はちゃんと分かってるし、だって子供の頃からの付き合いだもの。そうだな、俺もすぐのいいところいっぱい知ってるよ。どこどこ、教えて教えて。おお、あ、そろそろ帰ろうぜ、さすがに疲れたよ。ちょっとごまかさないでよ、さっき助けてあげたのに。もうお兄ちゃんのケチ。お兄ちゃんとこうやって並んで寝るのって久しぶりだよね。そうだな、小さい頃はよくこうやって並んで寝てたけど。こうやって違う姿だとちょっと変な感じがしない？他人同士みたいっていうか。見た目はな、でもすぐはやっぱりすぐだなって思うぜ。アバターが何であれ、その中身や本質は変わらない。どんな姿だろうと、すぐは俺の妹だ。なんだよ、人の顔見て笑ったりして。変なこと言ってないだろ。ううん、お兄ちゃんは何しててもお兄ちゃんだなって思って。本当の兄弟じゃないとか、いとこだからとか、いろいろ悩んだこともあったけど、やっぱりお兄ちゃんはずーっと私のお兄ちゃんだよ。